バーベンベルク家系ズバーベンベルク家は、フランケン地方のバンベルク、現在の北、ボヘミアを出自とする一族。オーストリアの辺境白そして、部族大公として976年から1248年の間、断絶によって、プシェミスル朝及びハプスブルク家に代わられるまで、オーストリア辺境白及びオーストリア公としてオーストリアを支配した。 バーベン・フェルク家は、フランス王家であるカペー家の祖でもあるロベールを演奏とする。最も古く、歴史に残っているのは、9世紀初めに、現在のヘッセン州とチューリンゲン州の間の地域を支配したグラープフェルト博のポッポである。ポッポの息子のハインリヒは、東フランケン公にして、辺境博と言われ、娘と見られるハトビヒは、ザクセン公夫一世と結婚し、 後のドイツ王ハインリヒ一世を生んだ。ハインリヒは886年にノルマン人との戦いで戦死した。同じく息子のポッポは880年から892年までチューリンゲン編教に任じられていたが、ドイツのカロリング町の東フランク王アルヌルフが自身の隕石にあたり、バーベンベルク家のライバルであったラーンガウハクコンラリン家を支持したため衰退した。 バーベンベルク家は、ハインリヒコーの3人の息子たちにより、マイン、川上流域のバンベルクに城を築いたことで、加盟とした。バンベルク氏は、バーベンベルク家の古い城を囲んで作られたのである。バーベンベルク家は、ライバルのラーアンガウハクコンラディン家との争いの中で、マイン、川中流域に互いに勢力を伸ばしていった。この一連の構想は、バーベンベルク構想と呼ばれ、 10世紀初頭のルートビヒ小二王の時代まで続いた。906年、フリッツラーの戦いにおいて、コンラディン家によって決定的な敗北を被り、フランケン地方の支配を失った。また、フランケン行為は、コンラディン家のものとなった。オーストリアのバーベンベルク家の紋章976年、バーベンベルク家のドナウガウハクレオポルト一世は、後のオーストリア大公領へと成長するバイエルンの、 東側国境付近を獲得し、東方辺境白と記されている。レオポルト一世の子孫にあたる、フライジング司教王党は、レオポルトの先祖を前日の東フランケン号ハインリヒノコ・アーダルベルトとしている。しかし一方で、ルイトポルト家との関係も指摘されており、レオポルト一世を、バイエルン公アルヌルフアクの孫とする説も見られる。また、 ハインリヒホン・シュバインフルトの父のルトガウハク・ベルトルトは、レオポルトの兄弟とも王子とも言われている。オーストリアのバーベンベルク家は270年間に、渡り、オーストリアを支配したが、13世紀半ばに、フリードリヒ・ニセイの死により、男系が絶えて、女系が特例として、オーストリア編教博となった。だが、ボヘミア貴族のオタカル・ニセイが、 オーストリア辺境博マルガレーテと結婚したため、オーストリア辺境博は、プシセミスル長のものとなり、ついに断絶した。オーストリア辺境博オーストリア公。ありがとうございます。